皆さん、お久しぶりです。あかね的日本語教室のあかねです。今日からまた動画を投稿します。今年もよろしくお願いします。今回は11月下旬に撮影した奈良の Vlog です。その前に皆さんにお知らせがあります。先月、私のチャンネル登録者数が30万人になりました。本当にありがとうございます。皆さんに感謝の気持ちを込めてイベントを開催することになりました。 TCJ 東京中央日本語学院さんがスポンサーになってくださいます。ありがとうございます。イベントは3つあります。それぞれのイベントについて説明する時間をください。1つ目です。対面の交流会を行いたいと思います。直接皆さんにお会いしたいと思います。日時は3月4日土曜日の13時から14時30分です。日本語を勉強している人なら誰でも参加できます。参加費は1000円です。当日現金で払ってください。参加者全員に缶バッジをプレゼントします。ビンゴをするのでプレゼントも準備します。場所は東京の新宿の近くです。参加する人には2月24日までにメールで場所を連絡します。先着30名です。申し込みが30人になったら締め切ります。この動画の概要欄の申し込みフォームから申し込んでください。持ち物は3つです。ペン、名前が確認できるもの、現金1000円です。今までオンラインのイベントしかできなかったので、今回は直接会えるイベントをやります。またオンラインのイベントも企画したいと思っています。二つ目のイベントです。二つ目は TCJ の学生さんだけが参加できるイベントです。3月3日金曜日に行います。TCJ に通っている学生さんなら誰でも参加できます。TCJ のホームページの学生専用ページに案内があるので、参加したい人はそこから申し込んでください。最後、三つ目です。日本語教師の仕事に興味がある方に向けて講演会を行います。日時は3月3日金曜日の18時から20時、3月4日の土曜日午前10時から12時です。対面とオンライン、どちらでも参加できます。対面でご参加される方は名前を確認できるものを持ってきてください。場所は東京中央日本語学院で行います。住所は概要欄に書いておきます。2日間ありますが内容は同じです。参加費は無料です。日本語教師に興味がある方や今日本語教師として働いている方に向けた講演会です。概要欄に申し込みフォームがありますので、そちらからぜひ申し込んでください。こちらも2月24日までに Zoom のリンクをメールでお送りします。ちなみに3日は対面でもオンラインでも参加することができますが、4日は対面のみとなります。講演会時にアンケートを行っておりますので、ご協力お願いいたします。皆さんにお会いできるのを本当に楽しみにしております。それでは、奈良 Vlog をご覧ください。みなさん、こんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今、奈良県にいます。今日は奈良でお昼ご飯を食べて、その後、とても有名な奈良公園に行きたいと思います。奈良公園には鹿がいます。なので、鹿も撮影できるかな？多分できると思います。じゃあ、これからお昼ご飯を食べに行きたいと思います。はい、今奈良にある新大宮駅に着きました。ここから歩いて15分くらいでお昼を食べるお店に着きます。最寄り駅は JR 奈良駅だったかな。JR の奈良駅だったら5分くらいで着くんですけど、私京都駅から今ここに来て電車のねタイミングがちょうど良かったので、今新大宮駅で降りました。じゃあここから歩いてお店に行きたいと思います。
これ奈良県のキャラクターです。せんとくんっていうキャラクターです。今日すごく天気がいいです。ラッキーですね。はい、ここら辺はそんなに人いないかな。でも多分ね、奈良公園、あの鹿がいる公園は多分たくさんいると思います。あ、見た。すごい、郵便ポストの上に鹿がいます。すごい、郵便は世界を結ぶと書いてあります。ちょっと調べてみたんですけど、これは1988年に開催された奈良シルクロード博覧会の記念ポストで、鹿の隣にいるのはラクダです。はい、この奈良百年会館の建物の中に入ってるみたいなので行ってみましょう。なんかイベントやってますね。すいません、ここってワンカフェさんですか？あ、そうですね。あの12時半で YouTube の撮影でお邪魔するあかねです。はい、よろしくお願いします。あ、はじめまして、あかねと申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大丈夫です。すいません、ありがとうございます。すごい可愛い。まあ、ちょっとキャッシュオンにしてるんですけど、本来はちょっとこのモバイルオーダーっていうのを導入してるので、はい、で、この QR コードを読み取っていただいて注文していただくっていうふうになってます。はい、こちらが通常のメニューなんですけれども、ちょっと大型イベントを開催されてたので、ちょっとメニューの方を限定するので、こちらに。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、お店の雰囲気はこんな感じです。きつねうどんとブレンドコーヒーでお願いします。きつねうどんとブレンドコーヒーセットで1100円になります。はい、1500円お願いします。200円とレシートになります。ありがとうございます。席までお持ちするので、こちらの番号札をお持ちください。はい、わかりました。1番です。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、はい、きつねうどんとコーヒーが来ました。いただきます。きつねうどんといえばね、お揚げが入ってます。そしてうどんです。これはわかめです。いただきます。お腹空いた。朝から何も食べてない。美味しい。出汁がすごい効いてますね。めっちゃ美味しいです。食後のコーヒーも美味しくいただきました。この日は朝5時半くらいに起きたのかな、確か。なのでね、結構眠かったので、コーヒーを飲んですごく目が覚めました。すっきりしました。こちらのお店の通常のメニューはこんな感じです。このお店の情報は概要欄に貼っておくので、気になる人はぜひ見てみてください。はい、これから奈良駅から歩いて奈良公園に行きたいと思います。奈良公園に行きます。奈良公園はね、近鉄奈良駅からの方が近いそうです。奈良観光案内もあります。奈良公園まで 1.4 キロです。歩いていきたいと思います。やっぱ人多いですね。この道をまっすぐ行ったら多分奈良公園に着くと思います。結構いろんなお店があります。すごい、山が綺麗ですね。向こうに見えます。山です。ここにお寺があります。あ、皆さん英語、中国語、韓国語があります。浄教寺っていうお寺です。あ、奈良市指定文化財にもなってます。
写経もやってるんですね。はい、奈良公園に着きました。わあ、綺麗、紅葉が綺麗ですね。え、これどっち行ったらいいんだろう。え、どうし、とりあえずまっすぐ行ってみようかな。南円堂、興福寺もあります。この階段ね、階段の上にあります。わあ、すごい綺麗ですね。本当にいろんな外国語が聞こえてきますね。英語、韓国語、中国語とか、本当にいろんな国の人たちが来てくれてるんですね。鹿の飛び出し注意。そろそろ鹿に会えるかもしれません。はい、皆さんこれ注意してくださいね。噛む、叩く、突く、突進などなど。あ、これも多言語で書いてありますね。はい、野生動物なので注意してください。わー、ほんと綺麗すごーい、ほんといい時期に来ました。人は多いけど、ほんと綺麗綺麗しか言ってないですけど、綺麗ですね。多分ね、もうそろそろ鹿に会える。あ、いた、見える、いたよ、鹿が鹿がいました。なんか食べてますね。こっち来る、こっち来る。おとなしいね。結構小さいですね。ああ、すごい。なんか何もしなくてもいいですね。歩いてるだけですごく癒されます。本当今日天気良くてよかった。他の人が餌やってて、あそこにね、餌が置いてあるのに食べません。お腹いっぱいなのかな。さっき餌をあげていた人は諦めて別の鹿のところに行きました。奈良公園に行く途中には人力車もあったし、観光スポットやお土産のお店などもいろいろありました。帰りは商店街を通って近鉄奈良駅から京都駅に行きました。はい、皆さん奈良 Vlog はどうでしたか？ちょっとね、あまりいろんなところに行けなかったんですけど、これから京都に戻らなきゃいけないので、また京都で撮影したいと思います。多分これから神戸、大阪、京都の Vlog が出ると思うので、ぜひ皆さん、これからの動画も見てください。いつも動画を見てくれて本当にありと、いつも見てくれて本当にありがとうございます。そして、いつもたくさんのコメント、本当にありがとうございます。じゃあ今日はここまでです。また来週。バイバーイ。皆さん、イベントの申し込みお待ちしております。私の YouTube の視聴者さんは 80% くらいの人が海外に住んでいる人です。日本以外の国に住んでいる人です。なので、ちょっとね、直接会うのは難しい人も多いかもしれないんですけど、またオンラインのイベントも企画するので待っていてください。今回のイベントの説明や申し込みフォームは概要欄とコメント欄に貼っておきます。どちらにも書いておくので、ぜひ確認してください。よろしくお願いします。では、お待ちしてまーす。